カレル・ストルイケンは、オランダ出身のハリウッド俳優。長身を生かした俳優として知られるストルイケンは、1948年に、オランダのデンハーグに生まれた。4歳の時に、カリブ海に位置する、キュラソー島へ移住する。16歳の時に再び、オランダへ戻り、学業に専念。アムステルダムの映画学校で演出を学んだ後、渡米。 ロサンゼルスにアメリカンフィルムインスティチュートへ入学し、短編映画の制作などに従事した。同じく、オランダ人であった、脚本家兼監督のルネ・ダールダーのいくつかのプロジェクトに参加して、キャリアをスタート。俳優としては、ハリウッドにある通りを歩いている時に、キャスティングディレクターの目に留まったことから、映画デビューのきっかけをつかんだ。その後は、高身長を生かした個性的な脇役で、 存在感を出している。日本では、バリー・ソネンフェルド監督の大ヒットホラーコメディ、アダムス・ファミリーに出てくるフランケンシュタインさながらの出自、ランチ役で知られている。その他にも、同監督のメイン・ブラックや、デビッド・リンチ監督が制作したツイン・ピークス・イースト・ウィックの魔女たちでは、ジャック・ニコルソン演じる悪魔に仕える、出自役としても出演している。 また出演する作品のほとんどがセリフのない役柄である。近年では母国オランダの映画やドラマにも数本出演している。現在はアメリカ人女性と結婚してロサンゼルス近郊に住んでいる。なお、二児の父親でもある。またベジタリアンでもある。ありがとうございます。